見れば見るほどです。はい、さあいろんなお便りが今この時期いただいておるわけですけどもね、はい、夜明けのジュピターさんからもいただいております。大政商店車両部さんからもいただいております。そしてこちらの方は畳さんからもいただいております。裸になっちゃった大将さんからもいただいております。落選放浪記、僕は落ちたんだな。本当にただの人、裸同然の形になっちゃう人もいるでしょうね。はい、はい、昨日選挙後最初で最後の閣僚会議が行われました。何を話し合ったんでしょうかとね。えこういう時一体何を話すんだろう。エリチジミさんからいただいておりますが、まあその中の内容、まあ落選した田中真紀子文科大臣ら8閣僚も出席して首相官邸で開かれました。野田首相は閣議後の閣僚懇談会でご迷惑をおかけしたと陳謝しましたが、田中氏は、真紀子さんですね、首相は独りよがりで、周りの意見を聞かなかったと恨み節を漏らしておりました。自爆テロ解散とも言っておりました。はい。坪井食堂小高支店さん、恨み節も聞かれたそうですが、僕が思うに解散するのは遅すぎたと思います。自身が総理に就任した時期に、今までの内閣でマニフェストを守れていないことを謝罪し、消費税増税の必要性を訴えた上で解散に踏み切ればここまで負けなかったと思うし、もしかしたら政権も維持できたかもわかりません。ましてや任期満了まで解散を伸ばしたとしたらもっと負けていたかもわかりません。悪のシグマ断密さんからいただいておりますけれども、昨日の閣議はお通夜みたいだったと田中文科大臣がぼやいておりました。負けると分かっていて解散した野田首相を追及したくなるのも分かりますが、田中大臣のやらかした大学のなんやら許認可騒動も相当民主党の評価を落としたと思いますよ。でも今になって思うとあれも民主党政権にとどめを刺すために周りの役人がそそのかしたんじゃないでしょうかというのは考えすぎでしょうかね。とにかくまあいわゆる政治主導ということで、はい、今までこう官僚が牛耳っていた日本というのをですね、政治家の手に政治をというようなね、はい、当たり前のことですけどね、そういうようなことを打ち出したということは、ああいう人たちとの折り合いが悪かったかもわかりませんね。そうですね。ひょっとしたらね。そうすると、いろんなことで、民主がこう落ちていくというようなですね。はい。手をいろいろこう。ねえ、だから、官僚政治って一時期ものすごく批判されて、まあだからこその民主党政権だったんでしょうけど、その辺の兼ね合いってどうなんでしょうね。はい。だから、役人がそういうふうに仕向けてとどめを刺したんやないか。ウルトラマン、米太郎、ウィズ、断蜜姫さんからいただいた。断蜜姫人気、断蜜さん人気ですね、最近。最近人気ですね、こちらの番組でも。はい、断蜜でやる断蜜姫やってほしいよね、なんか。はい、僕らの、ね、何着るの十二人いる。まあ、十二人じゃない、お着物じゃなくて何着るの。まあ、どうやろう。シースルーお着物。お着物。はい。シースルー。はいはい。はぁはぁ言わせるわとかなんか言いながらも。わかりませんけど、ね。はい。僕ら、あんみつ姫の第一期世代なんですよ。あ、そうなんですか。昔、いわゆる少女漫画としてずっとやってて、はい、それをテレビ化して、中原素直さん。最初にやった最初の僕の記憶ではあんみつ姫で、もうほんと綺麗な綺麗なあんみつ姫で、はい、いわゆるシャンソンの方ですよね。あ、そうなんですか。はい、その方がやられて、もその方ももう亡くなられましたです。私たちだとキョン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 や、はい、それを見とった。何回こと見とるね。だから断蜜姫、断蜜もやっても見るよ。断蜜姫、はい、中原美沙夫から断蜜まで。やります。そんなことはいいですかね、はい。今朝のニュースで田中真紀子が野田総理に苦言を呈している映像が流れてました。はぁですよ。はぁ、お前が言えるか。お前が言えるか。怒ってます ね、はい。たとえ民主党が大人気で300議席を取る勢いがあったとしても、お前は落ちる。何かって何で。まあまあ、落ちちゃった後なんでいいですけど、まあね。死者に鞭打ってます ね、はい、なんかね。選挙期間中にそういうこと言えませんからね。今、死者に鞭打つという、まあ、これも失礼な言い方で、私は死んでませんよ。本当です。きっとね、まだきっとなんかやってみせますから、うん、いうことですね。うん、これ、いろんな要因があって、まあ、さっきの方も書いていらっしゃいますけども、はい、大学のね、はい、例の許認可問題ということでも、この人はということでしたけれども、駅前に立っているね、はい、新潟の方の、田中角栄の銅像に屋根をつけろと、
行って、はい、それで、それもなんか地元の人に。天菊さんご本人が言って。はいはい、行って、はい、それもちょっとなんか反感買ったいうようなニュースもどっかで見たことがあります。そうなんですか。で、この間うちからもその田中菊さんのことをやるときに、まあお父さんの田中角栄ってパッとその像を写したとき、その屋根の上に雪がバーンとあったら、はい、あ、この屋根のことかと思ってニュースを見ておりましたので、ね。実際月はしたんですね。はい、はい、はい。まあ、どういう意図なのか、お父さんがかわいそうだというのか、はい、銅像に屋根って、あの、上野の西郷さんでも、うん、ねえ、うん、屋根付きのところに立ってませんでしょ、はい、はい。大村益次郎の像だって、そんな屋根ついてないと思いますしね。そう、あんまりついてない。大野万木さんのあの、羽島駅のところだってあれついてませんよ。うん、あんまりついてるのは見たことないですかね。はい、それに屋根をつけろと言ったのが何やら、はい、反感反発の一つのなんかね、なったと。まあ、屋根つけさせるんじゃなくて、なんかあの傘がなんか自分でかぶせ、お父さんにかぶせてあげればよかったのにね。そうやな、うん、寒いだろうと言って傘をつけると、はい、そして夜中にドスンドスンという音が聞こえてきてありがとうなと言って米俵を置いて、そして田中角栄さんは去っていきました。何の話やそれ。傘角栄はい、そういう話です。伝わってない、そんな話はないですか。はい、はい、まあ、とにかくそういうことでありまして、お前が言えるかいうお便り、押し入れバカ満点さんからもねえねえ、なんか周りの意見を聞かなかったと、田中あの野田さんは、はい、野田さん周りの意見聞けずに聞かずにあの解散とかなんか言ったということを、うん、言ってましたが、それはあんたのことや。マキコさん、周りの意見聞かへんのはあんたのことやと。ねえ、大学問題で勝手にバタバタを起こして椅子に座った写真が決定だなんだ。あ、ぐてーっとした椅子に座った姿、報道されてましたね。はい。その写真もそうだし、さっきの屋根付きの田中角栄の銅像もそうです。はい、マチャさんからもいただいております、お通夜みたいだったと、まあ、マキコさんは言っておりましたですけどもね、師匠の解散決断を周りの意見も聞かず、一人よがりと一刀両断。ちょっとそれあんた、また皆さんそこ、一緒のところ突っ込んでますけどもね。はい、そんなんじゃ次も落ちますせとまで言っておりますよね。宝鏡牧場の血統さんからいただいておりますが、まあしかしちょっと待って、お前らちょっと勘違いしとるわ。今回落ちたやつは、いつやっても落ちるやつよ。テレビで専門家なる人たちがいろいろ分析しとったけどさ、理由はたった一つ、お前らに政権担当能力がない。これが、まあ、民主大敗の最大の理由です。ねえ、まあ、そういうハンコボーンと押されたということ結果からするとね、はいはいはい、なんでしょうかね。まあ、もちろんあの細かい分析からすればこれが一番中心にあることかも分かりませんけれども、はい、あとムード流れ風ということからすると、はい、小泉さんが人気になった時は小泉チルドレンと、本当にあの担当能力あるかどうか分からん人までダーッと受かりましたですよね。はい、で、この間の民主党の時のたくさんの人たちが受かった時も、それどうやろうという、はい、まあ、それが担当能力という、そうか、ことでしょうけれども、うんうん、担当能力がない人でも風があれば受かってる。でも今回やっぱ風が吹かなかった。その風のせいだ。風か、まあ、どっちも言えるでしょうね。うん、だから今回だって新人の人たちいっぱい出てますから、その人たちがじゃあ本当に能力があるっていうことで、努力があると思ってたって当選したわけでしょ、うん、はい、だけど、あるかどうかっていうのは今後ですし、そういう風に乗ってそういう人が受かっちゃったもんだから、はい、本当に能力のある人が落ちちゃったってことももしかしたらあるかもしれないし、うん、でも選んだのは国民ですから、少しつぶさに見ていかないといけませんね。名前忘れましたけど、何やら、あの、維新の、会の、なんか大阪の方の女の子なんか、なんか、こう立ち会い演説の時に、なんか、私は、って立ち往生してないやろ。いやいや、これ皆さん、あの、橋本さんが出てきて、いや、これ愛嬌愛嬌ですよって、盛んにフォローしましたけど、あの人通りましたよ。あ、そうなんだ。通ってたよ。そうなんだ。はい。この間、あれですよ、あの、通った太蔵さんなんか、さっき言ってた、うん、あの、ダミツさんと一緒に対談して、そうそう、えらい嬉しそうに今は、はい、はい、タレント活動してます。薄口政治評論家言う人でしょ。知れますしね。はい、はい、はい。まあでも、だからどうなるかわかりませんから、しっかり見ていかないといけませんよね。本当ですよね。うん。太蔵君はでもなんか、受かって落選して、受かってグリーン車も乗れて、料亭にも行けて、落選して、ダミツに巡り会えてよかったじゃないですか。よかったかどうか
ょうか。本人的にあれ何にも立候補しなかったら断密まで行かへんよ。せやけどその足がかりに立候補されて議員さんになってもらったら国民は困りますからね。という人も風があると通ってしまうんですよ。はい、うん。だから風があると通りたい人もね、風がないと通らないかもしれないと。うん、風というのはだからある意味気をつけないかも。で風風って言いますけど、その風っていうのは国民の意思ですからね、はい、私たちの責任ですもんね。そういうことですね、うん。マダカの大将さん、まだかなまだかな、僕はまだ行かないよ。まだかの大将さんから、自分に責任が取れない人の集団には恐ろしく政権など任せられません。政権交代してよかったです。いやむしろ遅いくらいですがね。ねじれによる決まらない政治にも終止符ですかね。とにかく少しでも一つでも前に進んでほしいと思います。 Y 亀吉さんからいただいておりますが、まあ落選した人はそれが今自分の国民からの評価だと真摯に受け止めてほしいですけどもね。はい、うん。まあ、議員さんですから通ることもあれば、ね、落ちることもある。それは全部やっぱりある意味ではね、はい、自分の責任であり、はい、まあ、風というのも影響を受けますけれども、とちょっとね、うん、そこのところは付け加えておきますけれども、しかし、かわいそうなのは、うん、議員の秘書さんたちです、はい。今から就職活動して職を探さなくてはなりませんからね、と。大量の秘書の失業というのがここで目の当たりにしたわけですね。うん、一方、今度自民党で、あの議席取った人たち、はい、新たに今度初当選した人もかなりいますんで、うんうん、秘書探しが大変らしいです。そこ行けばいいんじゃないの？というふうに思いますが、あんた今敵対して、そうね、でも私が自民党の秘書だったら、議員やったら、ったらちょっといらっしゃい、どうやったよ、なんで。え？民主の時どうやった？いう話をしながらということなのか。どうなんでしょう。わからん、はい。とにかく、秘書さんたちは本当にまた煽りを食らって大変だな、というような。じゅんちゃんからも、8人、選挙になって8人も落選する大臣がこの国を動かそうとしていたと思うと怖くなりますね、というあたり。まあ、良くも悪くも、この8人は動かせなかったんで落ちたんやと思いますね。はい、はい。ということやら、まあ、いろんなご意見をいただいております。ゆくくじ来る十時です。おや、もう9時が終わろうとして新しい10時台がやってこようとしております。はい、9時台もいろんな話題がありましたけれども、ご指摘が来る前に最初から自分で言っとこう。先生、はい、あんみつ姫の話をずっとしておりました、うんうん、自分でなんか喋りながらちょっとおかしいなと思いながら、うん、初代のあんみつ姫は中原ミサオさんの本当です。ちょ、スナオさんで言ってたっけ。スナオさんというミサオ。ミサオさん。なんか違うんじゃないかと。はい。まあそうそう、でも可愛い人なんでしょ。可愛かったですよ。でも昭和6年の生まれ言うから、うちのおふくろと一緒ぐらいか、いうことでね、もう亡くなりました。はい、最後の方はもう癌と戦いながらというような、ことだったですけどもね、本当に、可愛いあんみつ姫やったんですよ。はい。そうね。キョンキョンも可愛かったよ。キョンキョンもいいですよ。キョンキョンも可愛かった。ねえ、キョンキョンもよういろんなのに出てね。生徒諸君か？そうそう。それが言いたかったね。はい、ラッキーな。スターダストメモリーや。はい、ね、ラッキーとマールと双子の両方やってたんだよ。マールも頑張るよとか言いながら、はい、マールが好きなら私は諦めますって言って、また諦めてた。飛島先輩が好きなんでしょ。そういうことや。はい、羽賀健二がさ。こんな話誰がついてくる。ものすごく前の映画だ。すみませんでした。はい、すみませんでした。はい。はい